12月22日木曜日の全国のお天気をお伝えします。全国的に雨や雪が降ります。西日本は最初は雨ですが、上空寒気の南下に伴い夕方以降次第に雪へと変化します。夜には路面状況が変化している恐れがありますので、車の運転などご注意ください。関東は雨のち晴れということで、だんだんと本降りの雨は止んで日差しが届く予想です。日中の気温は予想最高気温12度と暖かく少し感じられそうです。一方で北陸や東海などは1日を通して雨や雪の降りやすい空模様となります。また東北地方も今日降ってくるものは雨ということで、雪解けに注意をしてください。北海道は今日降ってくるものは雪となります。湿った大雪に警戒が必要です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。